He's an Elite Series rookie, but already made two top threes this season from Japan. Koya Fujita. 44 pounds and 10 ounces as of this morning. Needs 19-4 to get inside the cut. 23-14 to take the lead. 21 pounds and an ounce. And Koya Fujita may have just made his third top 10 of his rookie season. Three top 10s in only seven Elite Series events. A very good week you have had this week. Yeah. We'll see if you make the top 10, but you have to be happy. Yeah, very happy. I catch many fish this morning, but I don't catch 5-pounder. I will try 5-pounder. Tomorrow? Yeah, tomorrow. I can't wait to watch it go down. The Prince of Japanese Bass Angling. 準決勝終わりました。結果は今日は21ポンド1オンスと、まあ、今までで一番強なくて、8位に下がってしまったんですが、決勝は進出できました。一応最低ラインはクリアということでちょっとホッとしてますが、まあ、ちょっと詳しく話すると、実はプラクティスでその5ポンドから6ポンドぐらいのビッグバスが結構連発する場所があったんですけど、で初日はそこをずっともう出ると信じてやってたんですけど出なくて、で結構時間を無駄にしてしまって、多分初日が一番23ポンドとか24ポンドとかこう地道に釣ってったらそんぐらい行くチャンスあったんですけど、ちょっと初日の目標を27ポンドに設定してて、そんぐらい出してやりたいなって思ってたんですけど、まあまあ、今となっては、まあ、結果論としては作戦ミスだけど、まあ、ちょっとそこが一番悔しくて、こういう結果になるんだったら初日から順調に数釣れる場所で積み重ねていったらもしかしたら暫定1位になれたかもしれなかったので、まあ、そこは結果なんですけど、まあ、ちょっとそれが悔しいっていうのと、まあ、あとはもう今はもう決勝に進んだ人もうほとんどというか多分全員同じエリアなんですよ。でもう目に見える距離でもう釣ってるから、もうみんなでこうやりまくっちゃって、もう魚も最初に比べたらかなりいなくなったし、もう今日の午後からは全然そのいてももう多分誰かがアプローチミスったバスとか、そのバラしちゃったバスとか、食ったけどかかんなかったバスとか、多分そういうプレッシャーのかかったバスだけで、だけが残ってて、ちょっと全然釣れないんですけど、まあ、逆にまあチャンスでもあるんで、まあ、明日もそうですね、ちょっと迷いますけど、積み重ねるか狙いに行くって言ってはもうそんなないんですけど。まあ、ちょっと迷いますけど、明日多分25ポンドとか持ってこれれば逆転優勝のチャンスもあると思うので、積み重ねつつ21、2ポンド積み重ねつつ5ポンドオーバーっていうのを狙っていきたいと思います。とりあえず今年3回目の、決勝進出できたので良かったです。